まあ、次はその今言った各国の状況ちょっと話をしますけど、これはアメリカですね。アメリカどうなってるのかってことで、オバマさんの写真ですね。右側がニューヨークですけども、あの失業率が回復しないとオバマは勝てない。で失業率は回復しないんですね、実は。で結局オバマは勝てないんですね。でところが共和党は今リック・フェリーいましたけど、あの今のあなんだっけ、あいつ黒人でね、あのセクハラで今いろいろやられてるけど、ケインですね、ケインやられてたり、あと、ま、ミット・ロムニーが今大きな、ケインが1番でロムニーが2番で、ペリーが今今回失態したから3番目になっちゃいましたけど、まあ、そうどれ取ってもですね、今一つパッとしないですね。だから、まあ、アイオワの選挙はもう1月から始まりますけども、代表のね、でビッグツーデーが来年3月くらいあるわけで、そんなに余裕はないんですけれども、まあ、まともな候補がもっと出てくればあのオバマは勝てない。今のところですとオバマさんに対抗する球が、ね、いないんですよね。ただですね、今のオバマさんというのは今までの社会保障政策にあの固執してますから、だからあの人経済やったことはないんですよね。だから貧しい人を救済するみたいな社会保障ですねばっかりやってるんで景気良くならないですね。いやそれはあの社会保障って金かかりますから、大きな政府でやってて景気が良くならないですね。だ新しい大統領になればあのリパブリカンはそんなことしませんから、あの景気がすぐ良くなると。で選挙は2013年は景気が良くなると僕は思ってるんですけどね。意外と共和党が出てこないんでね、どうなっていくのかなというふうに私は思ってますね。で、まあ、ここに今アメリカの大きな課題いくつか挙げましたけど、これ無論から選んできたんです。 9.11 と無益なアフガニスタンと、でこれはあのブッシュの後を継いでオバマがやったんですけど、要はですねアフガニスタンどうするかっていう、もう最初からもうあのオバマさんだってね、彼自分が当選した時からどうやっても戦争やめるかってことになったけど、やっぱり国ってのはやっぱメンツがあるからやめられないですよね。でそれずるずるやってますけどね、イラクとアフガニスタンですね。アフガニスタンもイラクはに、いつか今年撤兵しますけど、アフガニスタンもずるずる行くんじゃないですかね。で撤兵したらどうなるかって言ったら、別にどうもならないで国が分裂するだけなんですね。それから社会保障制度のオバマケアで、これも3200万のね失業、健康保険入ってない若者いますけど、これを入れようとしてるわけで、まあそれはあの批判があると。それはやっぱりあれですよね、そんなことやってしまったら景気よくしろっていうのはアメリカの全体の意見ですね。もたついた債務上限と、これもあのデッドシーリングってやりましたけど、要するにそのまあ今まで何十回もね、そのアメリカって債務を増やすたびに議会通さないといけないんですよ、いくらまで増やす。で今回じゃあ債務上限するんだったら、その代わりその予算を削減しろみたいなことをね、いろいろ共和党でやり合ってて、まあなんていうかな、お互い その共和党と民主党のつばぜり合いみたいなことをやって、ずる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 やってきたっていう、そういうまあまあ、みっともないことやってきたんですね。でもたついたって書いてある。ちっともよくならない失業率。それはそうですよね。それは社会保障制度やってない、あの失業率はよくならない。景気対策やってない。景気対策金ばらまいたって、やっぱりかといってそれでもってよくなるもんじゃないからね。それから Google って書いたのは、これはあれですよね、あの1985年のビッグブラザーに近い会社ですよね。そういうふうな企業が出てきたっていうのは一つアメリカ の特徴ですよね。あの発電所、僕はその、なんだっけ、どこですか、ロッキー300にね、今、大きなグーグルのセンターが一つある、世界20カ所なんですけど、1カ所はそのロッキー300にありますけど、20万都市の電力をそのデータセンター食っちゃうんですよね。だから、そういう意味では環境に優しくない企業だっていう批判がありますけど、それぐらい、何件だったっけ、1億件ぐらいのメールを、0. 何秒で検索できるっていう、そういう すごい機能を持ってる、ね。ただこれは Google っていうのは変わった会社で、中国から撤退したけど、あんなの日本人では考えられませんよね。要するにその、Don't tell a lie とか言って、なんとかなんとかっていう社税がありますけどね、中国分かってりゃあんなことやったって全くナンセンスなんで、そういうふうなことを意地張って、まあ、今のあれだったかな、シュミットですか、CEO はね、まあ、彼はそんなことする人じゃないけど、やっぱオーナーがやっぱりちょっと特殊なんでしょうな、だから、Google のは、だからブロガー .com とかさ、見れないですね、アメリカ、中国でね、そういうことで、まあ、
ただそういうふうな産業がアメリカに起きてきたと。ハッカー集団もこれもアメリカの特色で、あのルルツセキュリティ、ね、これもやったでしょ、ルルツセキュリティ、それからアノニマスというそのハッカー集団、これがものすごい能力を持ってて、まあ、どこにでも入っていっちゃうというね。あのただやっぱりペンタゴンだけは入らなかったみたいですけども、どこにでも入っていっちゃうという荒らしもあるということ。これはあの昨今ですと、あのアメリカの例のドローンというね、あの無人ロボット、無人制御兵器の特集やりましたけど、そのこれと通じるものがあってですね、何が起こるかというとですね、あの今やってるのはその、まあ、あのあそこの、砂漠、ネバダ山脈、カリフォルニアのところにあるラスベガスの近くにですね、うん、何千人もあのパイロットがですね、毎朝通って、そこからアフガニスタンとか、あのパキスタンとかでね、あのドローンを飛ばしてるんですね。で、今は1人が 1機飛ばしてるんですけど、アメリカは今、政策で考えてるのは、1人が例えば何機も飛ばして、そのお互いにコミュニケーションしながら、地上の戦車と交信して、で敵を攻撃するっていうようなプログラムを作ってるんですね。で、一人の人がオペレーションしてる。これ何言いたいかというとですね、あの子供の世界なんですよね。子供はゲーム遊んでるじゃないですか。あれそのものですよね。だから、シミュレーションモデルでそのラスベガスに今大人が通ってますけど、あれ子供がシミュレーションやってるのと全く、で例えばルールセキュリティなんても子供がやってるんですから。だからルールセキュリティがその今言ったようなその戦争モデルに置き換わったらね、何が起こるか分からない、計り知れないことが起こるわけで。だから13歳ぐらいがその今言ったドローンを飛ばしてね、敵をやっつけるっていうのは神業みたいなことを多分きっとやっちゃうんでしょうな。だから飛行機を例えば30機ぐらい操ってあるターゲットをね、あの攻撃するなんてことを多分やりかねないっていう、そういうとんでもない時代に来るっていうのが発火しで、最後のイスラエルと選挙っていうのは、これはあのオバマさんがねイスラエルを支持して、であのまあ、それなぜかって選挙のためにね、イスラエルはユダヤ人金持ちに行ったんですから、その選挙支持しないと、イスラエル政治支持しないと選挙勝てないんで、でそんなのは子供が考えても分かるんで、何が正しいかっていう判断して、そのパレスチナの参加でね、ビートをやって拒否権やるなんて、そんな子供を騙しみたいなことやめてさ、正しいことやればいいわけで、あの自分が選挙を貸したらユダヤ人から金が欲しいためにイスラエルに対してあの犬じゃないかペロペロ舐める必要ないというふうなことをですね、そんなようなことをないことを、まあ、アフガニスタンもそうですけどやってるという、まあ、セキュラーなアメリカの今実態がある。でしかもこの結論としてはオバマが落選して、誰が共和党の大統領になる、まあ、リクペリがならない、もう本当になるのか、前もあのブログでリクペリ特集行くんだけど、やっぱりあいつ頭悪いですよねどう考えても。大体自分が大統領になったら、ディパートメントどの省が何があるかぐらい覚えてるんですよ、討論会出れへんの。3つ問題がある省があるって、2つ、これ2つはエデュケーションで、2つ目は何とか、3つ目は何だっけって言ったら、出てこなかった、出てこないぐらいだったね、もう話になる。これはアメリカですね。ただ今、だからその TPP でね、日本が今、課題になってますけども。やっぱそういう意味ですると、まあ、今のアメリカの状況はもうこういう状況なん で、一つ言うとね、これはあの例えばアメリカ一生懸命その原高にしてね、ドル安にして輸出を出す進行しようとしてるじゃないですか。あんなのもね、本当にね、この人たち何考えても子供だましみたいなこと平気でやるんですよね。例えばどういう論理かというと、ドル安にすれば輸出が伸びる、ね、利益が増える、で輸出が伸びるとなると経済が活性化する、経済が活性化すれば雇用が増えるという、そういうあの億円を儲かる論理であいつらやってるんですよね。そんな億円を儲かる論理で今のこの時代通用するかみたいなことあるわけですけど、平気でやってるんですよね。それも何でもやってるんですよね、武士の頃から。バカじゃないかと思って、1900、2008年にですね、原高にして 25% の原高にしてね、その結果どうなったかというと、ちっとも変化しなかったんですよね。だから原価会社だけで別にそのアメリカの輸出が増えたわけでもなんでもない。でじゃあ仮に今回原価になったらね、あのこの間の特集でファクスコンのね、ファクスコン の、 そのいわゆる iPad の製造がね、100万人今申請でやってますけど、あれが出てってアメリカ戻るかって戻らへんですよ、ね、今度ファクスコンの社長何するかって、あれロボット化するっつってどこでやるか分かんないけど、そのアメリカには戻らない、そういうのが今実態なんで、
アメリカが原高原高ってしてね、でドル安ドル安って、で強いドルだって言ってますけど、強いドルだって政治家言ってる割にドル安ドル安にしてね、何が起こったかっていうと、皆さんどうなったと思います？ね、アメリカって今平均所得がね、年収4万5千ドルなんですよ。4万5千ドル今75円で換算するとね、350万ですよ。で2008年頃だったらね、120円だったからね、計算で550万ぐらいでしょ。でアメリカは平均所得550万で、あれはいや、そりゃそうだよね、アメリカは豊かだからと思ったら、何のことだ、今測ったら350万で、年収平均年収350万って貧しい国じゃないと、貧しいですよね。で今日本が、平均年収は520、30万でしょ。日本のはるかに所得高い。で日本がね、そのデフレで貧しくて困ってんでしょうって冗談じゃないですよ。街中歩いたってニコニコしてみんな元気もぴょんぴょん跳ねてるけど、なぜなのかって理由簡単ですよ。日本は、ね、貧しくないですよ、ね、なぜかというと円高円高だと貧しくなくなっちゃった。なぜかというと輸入するものはどんどん安くなっちゃうから、ね、中国から野菜なんか 50% ぐらい入手してますけど、安いのをどんどん仕入れてるわけですよね。だからアメリカなんか逆に今国民が何悩んでるかと、2年前でガソリンがね、今1ガロン4ドルですけども、2年前2ドル30ぐらいだったんですよね。どん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 ガソリンが上がって場合になって、今どんどんどんドル安ドル安になってたらガソリン上がって、今国民はそのガソリン代、あいつら車ないと動けないんで、どんどん困ってるわけですよね。でガソリンを2ドルにまた戻せって、で3年前のあれ戻せって、ほんならそのドル高にしなきゃ戻るわけないじゃないですか、ね、今一生懸命リビアにさ送られた場なら飛び込んでって、フランスのトタールに利権取られないように俺にも石油要請でやってますけどね、まあ手遅れですよね。そういう状況の中でですね、今アメリカとしては、だから今まではだからポリシーメーカーって国会議員がね、一生懸命その、輸出業種にね、その、ごますってドル安でドル安くしてね、輸出したも金をもっといっぱいもらおうというふうにやってきたけど、よく考えてみるとさ、その圧力団体って言われてる、ね、連中がいて、どういう団体がいるんですかね、兵器作ったり飛行機作ったりする、そういう連中しかもいないわけですよね。自動車業界なんてもういないわけですよ、そんなの。圧力団体で。だからどっかでポリシーメーカーはって気がついたらね、いや、俺たちの投票を支持してるのは一般化された人の国民じゃねえかって、じゃあガソリンこんな高くしてまずいな、やっぱり元の2ドルに戻そうとどういうことって、ドル高ですよね。どっかでやっぱりアメリカの政治家が、そのやっぱりドル安だって人も輸出伸びないし、原圧力が減高にしたところで、輸出伸びないし雇用が増えないから、やっぱりこれは雇用政策ってあんまり賢くないなって、やめたっていうのは突然今度はアメリカがむちゃくちゃ言って円安してくるわけですね。むちゃくちゃ言って日本はね、なんだかんだ文句言ってくるけど、日本人もねよく分かってないですけど、 円高がいいんですよ実はね。海外安いでしょって、ちょっと2年前に比べたらヨーロッパの会社半値じゃないですかね。で半値で買えるんだから、どんどん買ったりね、今ね買ってうまくいくのかって、買ってうまくいかないんですけど、日本はね金で買うけど人は買いできないって、日本のもう本当に苦しいところありますけどね、買うのはいいんだけど、ね、買えないんですよ、管理できないですよね。だから優秀なやつみんなすぐやめちゃうんだけど、だからまあ今買えますよね。だからそれは今買いときだから、もうアメリカ人がね、だから僕は本当に賢くないと思うんだよね、その原高にしてアメリカ。だって考えたら輸出進行するやつです、日本みたいで、ね、もう本当に売れないんだったら工場から会社から海外出てけと、ね、国内 その雇用じゃなくて海外出てけって当たり前じゃないですかね。それを日本みたいにね、工場海外、アメリカも海外出てけって、それは実際に出てってますよ。だってさ、 iPad なんかさ、フォックスコンって100万人ですよ、中国で雇用してるのは、ね、それからGM がさ、この間も僕はこのブログで書いたけど、 GM がさ飛行機のね、発着のね、ディスプレイ装置を、数百万ドルですけど、それを、国家機密ですよね、あれを中国を持ってって、中国企業と合弁会社作って、中国の雇用を促進してるみたいな感じになりましたけど、GM にしてみれば、とんでもないと、こんなことで、いちいちアメリカ国内雇用促進やってられないと、考えてみると、この数年で数百機の飛行機需要が中国であるのにね、数百機の飛行機需要があるのに、それは雇用だ、アメリカの国防だって、その技術を持っていかないんだ、バカなしねえよって、それは GM の社長怒ってたんですよ。イメルトさんね、それは当たり前だよ、ね、そういうふうにこうアメリカの企業、まともな企業、まあ、みんな出てってるわけですよ。
で、それで政府がその、なんていうのかな、あのね、共和党見てくれよ、あいつらの政策だらしないし、とんでもない政策で、俺が言ってるのをやればね、それはね、その原高にしてね、雇用促進するから、もっと国民にいい思いさせてあげるよっていうのは、やっぱ選挙のなキャンペーンですよね。国はシステム良くなるんだけど、そういうこと言えば、共和党のリクペリー見るあんなバカが、ね、なんだあいつらの大統領、国は潰れるよっていう相手を非難して、まあ、最もですよね、リクペリー任せたら国潰れちゃうんだから。ろくなやついねえよなって言ってさ、であとだけあのなんだっけあの黒人のやつもね、そんなもう女たらしがなんでやってるんだろうとかそうやってやって、さ、俺を見てくると俺はまともにさ雇用促進やってんだって、雇用促進ってなんでないよね、雇用促進も何もやらないけど、国民はそういう意味ではコロッと騙されちゃう ね、 ね、そういうふうなことをさっき の、 あの日本の農業みたいでさ、あんな農業なんて海外でやらない、日本人が出てやらないね、やっと米好きでいいんだってさ、じゃあ世界の米、今のコシヒカリ全部世界中の米集めて、これから2003年経って日本の米と同じくらいとか3分の1とか5分の1とかの米が世界できるか、できるわけないんだね、日本人じゃないと。同じように、ただそのグローバリゼーションってそういう意味でのやっぱりあの考え方をやっぱしっかり身につけて動いていかないと。アメリカはなんでこんなことやってるのかってことをやっぱり理解してる。でイスラエルなんかいいですよね、本当バカやってるじゃないですか、ね、イスラエルのネタニヤフに対してさ、ね、あの例 の、 あのガザ地区にさ、あのイスラエル人の入植者ね、あの1000個の建物を作ってさ、一時はオバマはそれ反対したんで、今は 何のことない、イスラエルにね、もうペルペルしてるわけですよね。それでもっとなんとか、そんなことやってるからさ、あれですよ、世界はね、腹の底でこいつ何やってんだって思いますよね。だってそういうふうにしなかったら選挙で勝てないって、そんなことで選挙に勝ちたいと思ってるんだけどって、そこまではさ、やっぱりさ、あのこいつがあのやる必要は僕は考える必要は全くないということですよね。